ママ、今日はもしかしてカップ麺？各社のきつねうどん全部食べるシリーズから、一期食品、鍋焼ききつねうどん。だってどのきつねでも一緒でしょ。諸君、ごきげんよう。毎日新作カップ麺を食べるやべえやつ、カップ麺大図鑑チャンネルカピバラ太郎です。まあね、今日は各社のきつねうどん全部食べるシリーズから、一期食品の鍋焼ききつねうどんとかいうのを食べてみるんですけど、まあ、食べて感動しなかったらどうしようかなって思ってるんですよね。だって、インスタントうどんでしょ？まあ、そういうもんですよね、普通。で、これアルミ鍋がついてるんですけど、直火も IH も使えるらしいんですよ。なんか、そこはちょっと、お、すごいじゃんって感じなんですけど、まあ普通に考えたら、IH 対応ってのは今時当たり前なんで、別に驚くことじゃないんですよね。まあ、僕 IH 持ってないんで、直火でやるしかないんですけど。これね、生麺って書いてあるんですけど、常温保存できるんですよね。あ、生麺って普通冷蔵とかしないとダメなんじゃないの？って思うんですけど、まあ保存技術が進んでるんで、そういうこともできると。いや、文明の進歩は素晴らしいですね。はい。でも結局、保存できるかどうかより、味の問題なんですよ。そこに行き着くわけです。で、このスープ、カツオと昆布の出汁が効いてるらしいんですけど、まあ結局インスタントなんでしょ？って感じですね。この、きつね揚げ、ふっくらしてるってことですけど、正直そこまで期待してなかったんですよね。でも、一口食べてみたら普通に美味しい。スープの、カツオと昆布の出汁が効いてて、きつね揚げもジューシー。インスタントにしては上出来で、ローリングストックにも良さそうです。まあ、僕はそんなにストックしないんですけど、忙しい時にさっと作れるし、IH にも対応してるんで便利ですね。意外といいかも。やりますね。なんか、一口歌舞伎揚げ、赤いきつね味っていうのを、まるちゃん赤いきつねにトッピングすると美味しいんでしょうけど、あえて、一期食品の鍋焼ききつねうどんで、やってみようと思うんですけど。まあ、結局揚げ物とうどんって昔からある組み合わせなんで、そんなに驚かないっていうか、普通っちゃ普通ですよ。まあ、せっかくなんでやってみますけど、まあ想像通りですね。揚げ物の油がスープに出て、だしの味が薄れた感じです。ごちそうさま。さあ、それではそろそろおいとまの時間がやってまいりました。皆様が明日も健やかに穏やかに暮らせることをハム太郎とお祈り申し上げます。